阪神、森下翔太が東京ドームで巨人を圧倒、他に類を見ない打撃と谷義朝が断言するその秘密とは、過去にも現在にもない打撃スタイルがついに登場。13日、東京ドームで行われた試合で、巨人が5、8で阪神に敗れました。阪神が白熱した打撃戦を制し、首位、広島が敗北した結果、1番で自力優勝の可能性が再浮上した。 巨人やオリックスでの活躍歴を持つデイリースポーツの評論家、谷義智氏は、プロ初の4番打者として起用され、初回に先制の2ランホームランを放った森下翔太外野手の打撃に言及した。過去にも現在にも、あまり見かけないタイプの打者だ。あのスイングの力強さは実に魅力的だと評価を惜しまなかった。初回の西一1塁の場面で、森下はグリフィンが投じた外角高めの変化球を豪快に打ち返し、 左中間スタンドに先制の11号2ランを突き刺した谷氏は後半戦に入ってからの彼の好調について甘く入ってきたボールを確実に捉えている打席が目立つ前半戦に比べてスイング自体が劇的に変わったわけではなく選球眼が素晴らしく当たりが非常に良いという印象が強いと分析したその上で結果が出ているからこそ余裕を持って打席に入れている このの余裕が相手投手投失を引き出しているとも言えると続けた本塁打の特徴としてライナー性の打球が多い点についてはタイプとしては中距離ヒッターに分類されるが長距離ヒッターに匹敵するパワーを持つ過去にも現在にも類似の打者が思い浮かばない現在のプロ野球では投手の平均球速が上昇し投手有利な環境が続いているが森下のような打撃スタイルが今後増えていく可能性がある 持ち前の勝負強さをさらに磨き上げ、他の誰でもない、森下自身の打撃スタイルを確立してほしいと期待を込めた。ファンの反応、強振するタイプの打者は他にも存在しますが、森下選手の場合は、その強振をしても体の軸が崩れず、下半身がしっかりと安定していることが特徴です。上半身のひねりでボールを捉えるその姿勢は、非常に安定感があります。 若いながらも動体視力や反応が優れておりチャンスの場面でも力みや気負いからの打ち損じが少ないですまさにタイガースの主軸候補として期待されていますね巨人ファンとしては森下選手は東海大相模原監督の母校から中央大学阿部選手の母校という経歴もあり応援したくなる存在です平内選手の件については本当に申し訳ない気持ちです 森下選手の勝負強さと頼りになる姿勢は、今のジャイアンツには喉から手が出るほど欲しい逸材です。これから何年も阪神の背番号1を背負い、日本を代表するバッターとして成長して欲しいと思います。谷さんが言っているように、確かに似たタイプの選手は思い浮かびませんね。谷さんが前半戦と比べて打撃フォームが変わっていないと言っていますが、実際にはフォームが変わったと感じる評論家も多いです。 素人目にはわからない部分もありますが、森下選手にはどっしりとした落ち着きが感じられます。それがフォームの変化なのか、自信によるものなのか、気になります。さらに、森下選手の魅力は、まるで野球少年がそのまま成長したような愛されキャラです。今までの阪神にはいなかったタイプで、スターへの階段を登ってほしいと思います。確かに似たような選手は思い浮かびません。 ファームから上がってきてからフォームが理にかなったものになっているように見えます相当考え抜いて作り上げた形でありその形は苦労していたものでなかなか崩れないと思います本来は4番タイプではないかもしれませんが大山選手の調子が上がらないのが一番の悩みです森下大山佐藤選手の並びが相手にとって最も怖いので早く通常運転に戻ってほしいですね 阪神の打撃戦での大勝利、2つの4球が引き起こした衝撃の逆転劇。監督が語るその重要性と試合の裏側。巨人後、八坂上。13日、東京ドーム。前日の品打戦が嘘のように、この日は打撃戦が繰り広げられた。一時は4点差を追いつかれた阪神が、最後は豪快に突き放した。 第頭代4番として登場した森下翔太の先制二ンに加え、2度の満塁期で2度の走者1走2塁だと、派手な攻撃が目立った試合だった。その中で、見過ごされがちな2つの4球が、実は非常に効果的だった。まず、4回の先頭打者、3番渡辺亮の4球だ。言い換えればリフレッシュ、悪く言えばなんだかよくわからないという岡田明信監督が。 スタメン外しを説明した佐藤輝明に代わりサードでスタメン出場していた渡辺その1打席目は初球を打って夕頃に終わったがファウルで粘り続け最終的にグリフィンから1 9球目を選んで4球を得たこの4球が契機となり打線がつながって満塁に続く満塁男木並聖也が走者一掃の敵地二塁打を放ちその後の攻撃につながった 久々のスタメンで打ちたい気持ちが強い渡辺だが、冷静に粘りを見せたその姿勢が、7回の打席でも生かされることとなった。同点に追いついたその回、一・死満塁の場面で、自ら走者一掃の敵時二塁打を放ったのだ。もう一度、その満塁期も4球から始まっていた。一・死から代打として登場した原口文人が、高梨雄平から8球を粘り抜き、4球を奪取。そして 4回の再現のように打線がつながり、渡辺の一打につながっていった。そうそう、そこが一番大きいんだよ、結局はねと岡田監督も珍しく4球絡みの攻撃に満足そうに語った。第二次政権の就任以来、4球の重要性を何度も強調してきた岡田監督にとって、優勝争いの瀬戸際で再確認されたそのポイントは意味深いものである。残念ながら チーム打率は試合前までリーグ最低の二割三分四輪であり、本塁打数も広島のリーグワースト39本に次ぐ45本である。それでも、この位置にいるのは投手陣の踏ん張りによるものだが、4球の数はセリーグ最多を維持している。広島が敗れたことで、自力優勝の可能性が復活した。DNA 戦の東。 勝つ気で勝てると思っていたよと広島の敗戦をある程度予測していた岡田監督自力優勝復活についてはそんなの関係ないどこで計算してるんだよと冷静に語り14日の巨人戦には佐藤輝明をスタメンで起用することも明言した渡辺と原口が見せた集中力が佐藤をはじめチーム全体に浸透することを期待しているファンの反応渡辺選手の起用が見事に結果を出しましたね 守備の場面では4回のピンチで門脇選手のサードへのバントを普通にアウトにできたのは大きいです前日までの精神状態の佐藤輝明ではどうなっていたかと考えると渡辺選手の存在が大いに助けになったと感じます控え選手である渡辺を4番の佐藤輝明に代わってスタメンで起用するのは相当な勇気が必要だったと思いますこれからの9月は形にこだわらずに勝利を追求していくべきなので 選手層が厚くなったことはプラスに働くでしょう。明日、佐藤輝明がスタメンで出場するとのことですが、今日の8回に良いシーンで使われたものの、セカンドゴロに終わったのは残念です。しかし、今日の経験が明日以降に良い結果をもたらすことを期待して応援しています。とにかく、チームの好不調の波が激しすぎて、見ているこちらが疲れてしまいます。先日、神宮、そして京セラでの試合のように、 2連敗後には素晴らしい勝ち方を見せましたが、その後の試合ではまたもや不調に戻るという展開です。一昨日の試合はスコアが0対1と接戦でしたが、西勇輝投手の好投を見殺しにしたような内容でした。一方で、昨日は気合いの入った良い試合を見せましたが、やや失点が多かったのも事実です。とにかく、今後の巨人戦では勝ち越して帰ることを願っています。